ライモンダを踊る、グラチョウは、2010年5月。ナデジダ・アレクサンドロブナ・グラチョウは,は、旧ソ連・カザフ共和国王生まれのバレリーナ。ロシアボリショイバレー団のプリマバレリーナ。セミパラチンスク生まれ。1979年に、アルマトイのバレエ学校に入学し、在学中の1985年に、バルナ国際バレエコンクールで銀賞を受賞。 翌年もスクワバレー学校に移り、卒業後の1987年にボリショイバレーに入団する。早くから頭角を表し、白鳥の湖、バヤデルカ、眠れる森の美女など、しなやかで、スケールの大きな踊りで注目され、ガリーナ・ステパネンコ、インナ・ペトロワと共に、三人娘と呼ばれた。その後、往年のメイプリマガリーナ・ウラノワの指導を受けたことで、 序状的な表現にも磨きをかけ、現在は演技派バレリーナとしても高い評価を受けている。レパートリーは、上記の他に、ロメオとジュリエットのジュリエット、ドンキホーテの、キトリ、スパルタクスのエギナ、石の花の銅山の女王など、2011年に第一線を退き、ボリショイバレーガンのコーチに就任した。ありがとうございます。